寒さが厳しいさと、気になるのが効果的な防寒対策。そこで今回沼上が考えた手っ取り早い防寒対策、その名も沖だけ防寒対策。今回は両親の前で突然一発ギャグを披露、その恥じらいによるドキドキで自分の体温がどれほど上昇するか検証する。僕の今の体温が36度3分ということで、ここからどれだけ上がっていくか試していきたいと思います。だんだん脇毛抜かれてく、地獄地獄地獄、マジやばいマジやばい。とりあえず測ります。結果は37度です。めちゃくちゃ上がった。微熱までいった。服脱いでたのにこれはすごいんじゃないですか。心の傷を考えると費用対効果は最悪です。寒い時は厚着しましょう。